松本まりか。1984年9月12日生まれ。出身地、東京都。身長、160センチ。血液型、B 型。松本まりかさんは日本の女優です。10代の頃から宮崎葵さん、栗山千明さん、石原さとみさんと仲が良く。 特に石原さんとは、現在でもプライベートを共にしていることを SNS で報告しています。また、18歳くらいの時に女優の松田美紀さんと出会い、家に転がり込み、半導性のような形で1年半くらい住み込んでいたと言います。そんな松本まりかさんが、テレビ番組、ポカポカに生出演し、大失恋エピソードを明かしました。 映画やドラマで男性に依存する役を演じることが多い松本さんは、もう男の人に依存するのが本当に嫌なんです。私、だからあんまり男の人に甘えちゃいけないって思うから、付き合うとかもしたくない。今付き合ったら甘えちゃいそうだから抑えます。と話しました。自分に付きまとうイメージについては、全然違うのになーって思いながら、役柄のイメージがね、と話しつつ、そういうイメージだけど、 違うんです。って言っている人って、嘘っぽい。自分で言っておいて嫌だな、と笑わせた。また、中学生の頃を振り返り、親友と同じ人を好きになって、その人も私のこと好きだと思う。って思っていたんですよ。それで二人で告白しようとなって、告白したんです。と明かしました。続けて、そしたらその男の子が、まさかの親友の方が好きで、あまりにもショックで、 初めての大失恋をしてとにかい思い出をとろう。